1分でわかるドジャスの日本人選手ヒストリー。まずはモモさん。村上正則さんっていう先駆者はいたけど、パイオニアはやはりこの人なのだ。渡米時の年俸は10万ドル、クワーズフィールドでノーヒッターを達成した唯一のメジャーリーガーです。モモさんの後には多くの日本人投手が続いたのだ。サイ・ヤング賞投手からホームランを放った石井一久、平正雄と合わせて3人の日本人投手が名前を連ねた時期もありました。石井と野茂の2人で最多支給ランキングを独占したのだ。オールドルーキーのクローザーとして大活躍した斎藤隆も外せません。その後も黒田と前田が続いて、ハープブランドの投手たちが大車輪の活躍を見せたのだ。トレードでやってきたラルビッシュをワールドシリーズで打ち込んだ球団がゴミ箱を叩いていたのはまた別の話です。ところで吉はいなかったの？みんな大好きのリさんは内野の全ポジションを守っていました。筒香も頑張ってたのだ。そして23年オフ、大谷と山本の移籍で新時代の幕開けです。7億ドルってのもの10万ドルの何倍なのだ？もうよくわからないのだ。